ペヨンジュンは、大韓民国の俳優、実業家。ソウル特別市出身。日本での愛称は、ヨン様。身長180センチメートル、体重78キログラム、血液型は、O 型。特技は、剣道、合気道、スノーボード、ゴルフ。キリスト教ローマカトリック信者でもある。大手芸能事務所、キリストの代表でもある。 韓流ブームのきっかけとなった俳優。2015年5月、女優パクス人と同年秋に結婚することを発表。2016年に第一師団児が誕生。子供の頃、テコンドーの試合中に他人の足が目に当たり、視力が低下した。ハムヨン高等学校卒業後、1994年に韓国放送公社の特別採用により、愛の挨拶でデビュー。 2000年から2002年、聖金館大学校芸術学部映像学科の在籍中、一時的に俳優業を休んだ時期がある。2005年3月に中退した。唯一、公にした元恋人は映画監督伊佐ガン。彼女との交際を公にし、インターネット上で話題になる。1994年に愛の挨拶でデビュー以後、いくつものドラマに出演。 特に1996年の初恋では韓国ドラマ史上最高視聴率65.8%を記録し主役を演じた彼自身も人気の座を手に入れた。韓国において2002年に冬のソナタのチュンさん役で百層芸術大賞人気賞、KBS 演技大賞最優秀演技賞、人気賞、ベストカップル賞、ベストドレッサー賞を受賞している。 日本では2003年 BS-2 で放送されたドラマ、冬のそなたのヒットにより、ブレイク2004年4月から8月には NHK 総合で放送され、4様、微笑みの気候子のニックネームが生まれ、主に30代以降の世代の女性に親しまれている。冬そなは2004年の流行語に選ばれる。また、タイや中国語圏などのアジア諸国でも高い人気を、 誇っていた。2004年3から4月には映画、スキャンダルで中華民国、シンガポール、香港、日本のアジアツアーを行う。現在、韓国語、中国語、日本語、英語を話すことができる。2006年に資産10億円を出資して芸能プロダクション、キーストを設立し、2015年には資産が152億円を超えるなど大富豪となり、実業家として 大成功を収めている。この芸能プロダクションは、韓国の5大芸能プロに数えられており、キムヒョンジュンなどの売れっ子が約40人所属している。食品通信製造サービス6回の公式来日2009年2月12日、大倉出版の雑誌、ペ、4 0来日特報一使える8年7月号増館で、大量の写真を無題掲載したとして、 肖像権侵害を理由とした損害賠償請求訴訟を東京地方裁判所に提起2010年10月21日に東京地裁は大倉出版に対して440万円の支払いを命じている。2005年自身のホームページにて、徳島は大韓民国の領土という立場を表明したが、同時に私に与えられた役目があるとすれば、 国家領土の間に線を引く一言よりも、アジアの家族たちの心と心の線をつなぐことだと考えていますと述べている。新聞記事の全報道等を本にまとめたもの。ありがとうございます。